おや、モヤッティ。モヤッティ、さっき姿勢でゆるキャラらしいコミュニケーション、略してゆるコミュニケーションを取ってきたよ。おお、姿勢で。あれは多分周り中をほっこりさせたね。おお、なんと見知らぬおじいさんに紅茶をごちそうになりました。ナンパ？違うよ。もちろん怪しい壺もイルカの絵も買ってません。あ、売ってもいません。まさかあちらのお客様からですって紅茶がそっちのカウンターの端から。うん、姿勢だから。このお店でじゃなくて、なんかその辺のバス停で自動販売機の紅茶をごちそうになりました。おー、よかったね。バス停で飲む紅茶は美味しかったかい？うん、自販機の紅茶だから全国どこでも大体同じ味、美味しかったよ。よかったね。働かずに飲む紅茶美味しいですよ、ものすごく。そのおじいさんの本当の目的は何だったんだろうね。おじいさんの本当の目的？世の中には怖い話があふれているからね。脅かさないでよ。普通の優しいおじいさんだったよ。バス停、紅茶、ラッセン。あ、もしかして、もしかしてバスを待ってたんじゃないのかな。それだ、バスか。バス。